高木からです。ご告知です。お願いします。今日はね、野球飯って知ってる？なんすか、そう、がっつりとか、まあ、がっつりっていうイメージがあるから、はいはい、で、俺も野球飯っていうのよく分かんなかったんだけど、はい、ある人から聞くと、スタミナ、栄養、はい、まあ、がっつりもそうだ、はい、なんかいろんな要素が取り込まれた料理らしいんだよね。ハンニャの川島さんが、はい、作ってくれてるんですよ。じゃあちょっと早速ね、どういう料理か、はい、見てみましょうかね。はい、どういう料理なんですか？野球飯って要はタンパク質だったり野菜を摂るとか、あとは汁ですね。まあ、基本的に体にいいものを食べることによって野球もよりパフォーマンスが上がるという、やっぱタンパク質を摂ることが大事で、今回ね、この鰹節をね入れることによってタンパク質これすごいんですよ。早速これは何でしょう？これは豆苗ですね。豆苗はもうほら、もうここも書いてます。ビタミン E、ビタミン C、植物性、あ、もう入れてありますね。豚肉をまず炒めていこう。キャベツと、あともやし、あ、もうね、あとは卵で閉じようかな。うわ、絶対マジですかこれ。いつ行ったんですか？いや、まあたまたま3回だけ、はい、それはね、唯一の自慢ですよ。え、3回も行った？それは全部レギュラー2回ですね。あ、でもすごい、すごいじゃん、なかなか。あれ、トカ君は野球やってた？僕、はい、も高校まで、はい、やってました。じゃあ甲子園は？僕は初戦負けのチームの補欠でした。親父もやるよな。うわー、もうでもなんかこれだけでもうすげー具沢山なんで。あ、いいですね。で、今回出汁も入れます。うまそう。出汁が飛んだ時ぐらいにだんだんしんなりしてくるんで、もう味付けはめっちゃ簡単。これ破いて、はい、あ、もうそれ、あー、もうで、ちょっと混ぜます。もうこれで終わりです。うわー、何人前ぐらいだろうな。これ2、3人前ですね。では食べましょう。はい、はい、いただきます。もう野球飯でございます。ちょっと東京ドーム意識して盛り付けましたんで、うん、あ、そういうコンセプトが。うまい。うわー、出ましたね。じゃあいただきます。いただきます。うまい、うまいっす。やっぱその出汁が効いてるんで、出汁が効いてますね、ほんと出汁。味はしっかりこうあるというか、はい、簡単に作れるもんね。いや、本当そうっすよね。そうなんですよ。すごくタンパク質と野菜と汁が入ってるんで、うん、ものすごく野球やる気になるというか。いや、小さい子供たちにいいわ。あ、なるほど。確かに食べやすいですね。これはもうモリモリ食べれますよ、これ。あー、きたー。熱いよー。そこにこうガーッと乗せて。いやー、いいっすか、いいっすか。いや、ちょっとじゃあ、かき込んでいいっすか。いや、もうかき込んでください。いただきます。いやいや、野球飯だね。めちゃくちゃうまいっす。いや、嬉しいですね。最高っすね、ほんとに。この汁、多分やばいと思います。このね、ちょっと出てるこの汁を。あ、そうっす。ありがとうございます。すいません。すいません。ありがとうございます。ゆとかさん、これ、ゆとかさん、これ舐められてますよ。いや、これいいっすね。うまっ。これはうまいっすね。これはね、バテてる時でも食べれる。あ、ほんとに。あっさりしてるから。なるほど、なるほど。いや、美味しかったです。いや、嬉しいです、はい、ということで、はい、子供たちがスポーツをやってる家庭の方、うん、作ってみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いらっしゃいませ。大将、はい、よ。